鳳凰。鳳凰は中国神話の伝説の鳥、霊鳥である。大鳥公とも、日本や朝鮮など東アジア全域にわたって装飾やシンボル、物語、説話、説教などで登場する。前2世紀頃前漢の時代に成立されたという中国最古の類語辞典、自我17章によれば、頭は鳥、眼は円、首は蛇、背は亀、尾は魚で、色は黒、白、赤、青、木の五色で、高さは6尺ほどとされる。山海行、南無沙行では鳥に似ており、首には、徳、翼に、義、背に、礼、胸に、仁、腹に、真の門があるとされた。五漢の辞典、説問開示では、前は大鳥、後は麟、首は蛇、尾は魚、は甲の鳥、鰓は脩、文様は龍、背は虎、眼は円、貝は鳥と記された。南朝の時代に成立した、宋序巻28四輪具第18では、頭は蛇、眼は円、背は亀、腹はすっぽん、首は鶴、貝は鳥、全部は大鳥、尾は魚に似ており、頭は青、緑、翼を並べるとされる。同じく、宋序巻28四輪具では孔雀くらいの大きさとされる。また、南宋の寄進雑式では高さ1丈、約 3.07 メートルほどで、尾は濃いに似、色が濃いとされた。後世、中国と日本では、そのデザインに変化が生じた。しかし、中国も日本も、鳳凰を五色絢爛な色彩に設定し、羽には孔雀に似て、五色の門があり、声は五音を発するとされる。春秋時代の詩経、春秋左詩伝、論語などでは、聖天使の出現を待って、この世に現れると言われる、瑞獣、瑞鳥の一つとされる。来紀では、麒麟、霊気、王竜と共に、四霊と総称されている。鳳凰は、冷泉、甘い泉の水だけを飲み、60から120年に一度だけ実を結ぶという竹の実のみを食物とし、鼓動の木にしか止まらないという。詩経に、鳳凰なけり、彼の高き丘に、鼓動生ず、彼の朝日にとあり、鳳凰は鼓動にあらざれば住まず、竹実にあらざれば食わずという。説問開示では、東方君主の国に参し、視界の外を高く飛び、崑崙山を過ぎ、市中で水を飲み、弱水で水浴びをし、日が暮れれば、風穴に宿るとも記された。唐の時代の幽陽雑草では、骨が黒く、オスとメスは明け方に違う声で鳴くと記述される。本草綱目によれば、羽ある生物の王であるとされる。鳳凰の卵は、不老長寿の霊薬であるとされるとともに、中国の西方にあるという坂市民国、翌民国やその南にある盲腸国にも住むと言われ、その坂市民国の野原一面に、鳳凰の卵があると伝えられる。また仙人たち、八仙などが住むとされる、伝説上の山崑崙山に、鳳凰は住んでいるとも言われる。鳳凰の別名としては、雲作、ひばり、加納律郎、ひり、五霊、ひとしさとし金、炭酸飲者、調理、ともお、民休孤児、などがある。校長、教長、盲鳥、夢鳥なども、鳳凰と同一とする説もある。これらの種類分けは、理論的、空想的なものであって、実際の装飾や図像表現においては、鳳凰と正確に区別されることがなくほとんど、同型同一のものであり、5種類ある、青鸞、大鳥くぐいなどが鳳凰と別のものか同じものかを、めぐる厳密な議論はあまり意味がない。蘭は、鳳凰の一種で青いものを指すとも、鳳凰は赤いのに、蘭は青いから別のものとも言う。淮南子によれば、王竜は、火翼を生み鳳凰が、蘭鳥を生んだとされている。鳳凰は、蘭鳥を生み蘭鳥が、諸鳥を生んだとされている。唐の、諸楽記、727によれば、蘭とは、鳳凰のヒナのこととされる。また、江戸時代の和漢三歳杖は、蘭を実在の鳥とし、中国の類書、三歳杖からの引用で、蘭は、神霊の性が鳥と化したものとする。また鳳凰が年を経ると、蘭になるとも、君主が、折り目正しい時に現れるとしている。またその声は5音の律、赤に5色の色を交えた羽を叩いているとされ、鳳凰と区別しがたい。円数は鳳凰の一種で黄色いものを指すとも、鳳凰は赤いのには黄色いから別のものとも言う。山海経では、鳳凰と共に住むとあるから、鳳凰とは別の鳥であるが、共に住むから、習性も似ており、草子秋水編には、南海を発して北海に飛ぶ。青霧に、ひざれば止まらず、蓮味、竹の実に、ひざれば食わず、冷泉、甘い味のする、泉の水に、ひざればの間とあるのは鳳凰に類同する。山海経には、五色の鳥として、鳳鳥、大鳥、蘭鳥、蘭、高鳥、高の三種が挙げられているが、具体的な違いは明らかでない。鳳はオス、高、凰はメスを指すという説もあれば、鳳凰のうち赤いのを大鳥、青いのを蘭、黄色いのを紫のをが、臭く、白いのを大鳥くぐい、と色で分ける説、孟子陸書公用もある。また、江戸時代の和漢三才図は、蘭を実在の鳥としているが、鳳凰のモデルとなった実在の鳥類について諸説ある。古代から中世にかけて、東アジア全域にわたってその意匠が装飾に使用された。中国の殷王朝期の陶器に見られる。日本では伝説にちなんで、桐の家具に鳳凰を彫刻するものが流行したと、枕草子にある。装飾芸術としては、宇治平等院鳳凰堂や、京都六音寺金閣の屋上にあるものが知られている。戦国大名の里見氏は、鳳凰が描かれた印判を使用している。現代では、通貨や郵便ステーショナリー、各種団体の衣装にも取り入れられている。賞状の円にデザインされている鳥は鳳凰である。左が大鳥、右が高で、中央には雲龍、下部には霧をモチーフにした図柄が用いられるのが一般的である。殷の時代には風の神、またはその使者、風師として信仰されていたと言われる。また、風の字と大鳥の字の原型は同じであったとも言われる。鳳凰は欧米では東洋のフェニックスともみなされ、英語ではチャイニーズフェニックス、中国のフェニックスとも呼ばれている。過去の歴史においても現在のフィクションにおいても、フェニックスと鳳凰はしばしば相互に関連付けられたり、混同される。以下のように、中国の鳳凰は西洋のフェニックスとは本来別系統のものであり、特徴も異なる。ただし、ペルシア神話のフマはフェニックスと鳳凰の中間的な性質を持ち、ベンヌフマ鳳凰は死と再生の象徴、政治的には新王朝の到来の象徴として、日の出を告げる鳥の神格化で、神話学的に同一起源である可能性が指摘されている。インド神話の神で聖鳥でもある、ガルダがマレー半島、インドネシアまで広まっている。これを鳳凰と比べた場合、形態の上からも、特徴、性質の上からも、神話における物語の上でも、格別には、鳳凰との類似点はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。